の一番星になる虹の夢アイカツ始めます。父上、母上、私行ってきます。カット爆発的に最高だったよ。ありがとうございます。こちら新しい台本です。ありがとうございます。この話は確か憧れのスーパーアイドル役が初登場する回でしたわね。うわっ、これはスバルキュー、嬉しすぎますわ。次も面白そうなお話ですわね。お疲れ様、今日はよろしくですわ。こちらこそ、久しぶりのアコちゃんとの共演、ワクワクが止まんないよ。ですわね。で、ストーリーは理解できまして？もちろん。アイドルがマーメイド、アコちゃん演じる人魚姫マリッサが人間のスーパーアイドルに憧れ、人間となり地上でアイドルを目指す物語。今大人気のドラマだよね。まあ大体合ってますわ。そのスーパーアイドル役が俺ってことだよな。そう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 、スバルキュー。今日はよろしく。お前はマリッサの先輩アイドル役だっけ？うん、マリッサを応援して引っ張っていく役だよ。で、カナタは俺たちの事務所の社長役か。なんか似合ってるじゃん。まあな。おーい、そろそろ本番行くよ。3日後にワンマンライブ？そんないきなり、無理に決まってます。私の見込み違いだったようだな。お前みたいなアマちゃんは海に帰れ。うわ、痛い。あなたの力はこんなものなの？アイドルの道はなんて険しいの。こんなことなら人魚をやめなければよかった。カット！はい、オッケーです。アコちゃんの演技すっごくドキドキしちゃったよ。当たり前ですわ。いやー、 S4 になってますます磨きがかかってきたよ。ありがとうございます。次はついにスバルキュンとのシーン、最高の演技を見せますわ。アコちゃん、どうしたんだい？こんなところに呼び出して。な、
セリフ違う。どうしたんだい、こんなところに呼び出して。カット。どうしたの、こんなところに呼び出して。はい。カット。アコちゃん歩き方変だよ。どうしたの、こんなところに呼び出して。はい、あなたにお話が。カット。アコちゃん顔顔。どうしたんだ、肩の力抜いていつも通りに。ごめんなさい。海の底にいる時から私、私ずっとずっと恥ずかしすぎて無理ですわ。カット。ダメダメ、撮影延期。お疲れ様でした。こんな簡単なセリフが言えないなんて、S4 失格ですわ。だな。スバルが相手だからって演技できないようじゃ女優向いてないんじゃね。あなたなんかに女心は分かりませんわ。まったく、どうしてあんな風に言われなきゃならないんですの。もうこんな世界こりごり、実家に帰ろう。私にはアイドルの素質なんてないもの。僕なんかまずいこと聞いちゃったかも。大変だ。ないもの。海の底の私の故郷に帰るか。もしもし兄さん。何、え、アコが実家に？そんな話聞いてな。あ、ゆめ、ごめん、今忙しいから後で。アコちゃん、ごめん。遅いですわよ、私気が気じゃないんですか。よ、遅れてごめん。お待たせ。よし、全員揃ったね。早速行こっか。やっぱり無理ですわ、スバル君と演技の特訓だなんて。大丈夫、私がついて打って。まずはスバル君に慣れるところから始めよう。アコちゃん早く早く。4人一緒なんてどういうこと？なんかありそうね。まずはスバル君になれる。恥ずかしがらずに平常心で。てか、どこで特訓するんだ？スタジオ借りた方が良くないか？それだけが目的じゃないから。仲良くならないと。仲良く？見ていい？女ってああいうの好きだよな。はい、そうですわね。何話してるんだろう。そうだ、マリッサが真珠を見て昔を懐かしむシーンあったよね。練習してみない？ここで。この間のリハはどうだった？スバルキュンの前で恥ずかしい。けど、できないとあいつにまたバカにされそう。わかりましたわ。このぬくもり、懐かしい。大きな真珠の枕に、サンゴのブランケット、貝殻で作ったベッドでのお昼寝。あの頃に戻りたい。最高！マリッサの素敵なお城が目に浮かぶよ。ね？
ったな。さすが姫。すみません。今あの子たち何話してました？あの猫耳の子、お姫様らしいよ。お姫様？家には大きい真珠とか高価なものがいっぱいあって、実家に戻りたいって。え、そんな話聞いたことある？そんなの初耳だよ。でもリボンの子もそう言ってたよ。ゆめも？確かにアコの上品な雰囲気は普通じゃないと思ってた。だからってアイカツやめて戻るって。よく考えたらアコの家のこと何も知らないし。ここでうだうだ言ってても仕方がない。本人に直接話を聞きに行こう。うん。わーお、まさか君たち恋しちゃった感じ？変わらずお子ちゃまですわね。いいじゃん、せっかくなんだから。では出発。あ、行っちゃった。スワンボートもうないよ。いい景色だね。ええ、海のシーンの練習でもするか、俺と早乙女の。社長の正体が海の王様の家来だってわかるシーン。いいじゃん、やれば。はい、そうですわね。アイカツ、アイカツ、何これ、全然進まない。ローラ、変わって。ん、行くよ。うん。お気づきかもしれませんが、今までの姿は仮の姿。私はお父上の命を受けてあなたをお迎えに上がりました。なんて？ちょっとよく聞こえない。アイドルになる夢を一度は諦めようと思った。でもやっぱり私。そろそろ迎えが来ます。どうかご決断を。私は姫、自由に生きることも許されないの。みんなごめんなさい、私アイドルやめます。あ、やっぱり本当なの？そんなの嫌だ。ごめんなさい。大丈夫か？ごめんなさい。落ち着けって。それはこっちのセリフだよ。喉乾いたろ、何か買ってこようか。あ、いや、そのアコちゃんだ。なになに、デート？違いますわ、そんなんじゃ。でもさっきのキャロラインも同じ顔してたよ。あなたのこと好き好きって。昼のやつ呼び出しといてなんだよ、全然連絡つかないし。もう帰ろっかな。ん、すみません、それ私の。あ、小春ちゃん、お久しぶりです。はあ、たく、あいつどこ行ったんだ、まったく。ただいまです、朝日先輩。小春ちゃん、小春ちゃんだ。
くえ。安心して、峰打ちよ。小春、大丈夫？うん、こっちはいなかった。じゃあ残るは向こうね。行こう。うん。とにかく今はアコを探して話をしなきゃ。そもそも無理な話だったんですわ。スバルキュンの前で緊張しないでいられるようになるなんて。スバルが相手だからって演技できないようじゃ女優向いてないんじゃね。あなたの言う通りかもしれませんわね。女心なんて分かんないし、分かる気もしないけど、でもこれだけは確かだと思う。ちょっと待ったアイドルやめるなんて言わないで。アコがいなくなっちゃうなんて考えられないよ。私たちアコが大好きなの。なんですの、いきなり。あ、いたいた。って、マヒルちゃんとローラ、こんなところで何してるの。何してるのじゃないよ。知ってるならどうして教えてくれなかったの。え、何のこと。何のことじゃないわよ。そうだよ、正直に言って。別に好きだって気持ちは恥ずかしいものじゃないだろ。え、むしろ大事なことなんじゃねえの。え、全部演技の練習。うん、よかった。お前ももっと素直になれよな、アマちゃん。おーい。私今ならできる気がしますわ。スバルキュンとのシーンの練習付き合ってくださいませ。
私セットに忘れ物したから取ってくる。今日のお前、今までで一番いいんじゃない？そんなこと言われなくても分かってますわ。べめでたい。ただし条件付きだ。次回